熱波、はい、熱波っていうのはサウナね、はい、サウナ、その後水風呂で、その後大体お風呂には露天があると思うんだけど、はい、外に出て外気浴で、その3段階にこう自分の、はい、あの神経を働かせると、うん、でそれをすることによって神経が整って鍛えられて、うん、精神がリラックスしてくると、まあ西の聖地に行こうじゃないかと、西の聖地ユラックスへ行こうじゃないか、サウナライフ始めよう、よろしく。どうも、九州タワーズです。はい、ということでね、ただいま私、成田空港に来ているんですけれども、今からですね、九州の方に向かいたいと思います。最初のね、目的地なんですけれども、熊本県です。西の聖地と呼ばれているサウナがあるんですよね。まあ、私ね、最近、まあ、ビギナーサウナ、まあ、サウナにハマっているんですけれども、そこに行きたいと思います。まあ、ついでにね、皆さんに美味しいご飯だったり、まあ、紹介できたらいいかななんて思ってます。レッツゴー。はい、ということで熊本到着しました。はい、でね、もう実はね、これ熊本駅にもちょっとお迎えが来てるということで、今めちゃめちゃ急いでます。ただいまの時間ね、ちなみに今ね4時ちょっと前でございます。どこだどこだ、あれどこだ、おいっす、あーよかった、すいません遅れました、ありがとうございます。おー来た来た来た、これか、ついについにその全容がやばい。前の車もリラックスだよ、ほら。出す。あ、前の車もリラックス。ほんまや。大人気だもんね。やべえ。はい、ということでね、皆さん到着しました。ここが、リラックス。マットマックスです。いや、すごいな、マットマックス。いい感じですね。超楽しみ。実はね、今回ね、さっき山川さんとお話してツアーと出てきたと思うんですけど、ちょうどね、噂してたら、そうビュートリアムの勝山さん、はい、山川さんの大阪の兄貴、うん、動画を通して、ね、ご紹介いただけるということで、初めまして、初めまして、リラックス終わり、リラックス上がりで勝山さんの兄貴にね、はい、サウナの魅力っていうのを、ああ、そう、簡単に今ちょうど出たてだから、ね、そうですね、語ってもらいましょうか。世間の荒波から逃れられるというか、はい、逃れられる、そういう何も考えなくてもやっていける、はい、気分を切り替えさせてくれるような、はい、そういう感じがやっぱりサウナの魅力かなと、はい、旅の中心になってるのは、あ、そういうことですか、ここに行きたいから、ね、このサウナに行きたいからここに旅しようみたいなぐらいまでちょっと、あ、かなり中心になってますよね。今回僕ね、仕事で熊本行くって、リラックス行ってください。俺も行くよ。いや、僕ももう今から行くんで、もうやばいですね、今、ボルテージというか、テンション。早く行きたいと。じゃあちょっとね、今から行っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お通ってください。はい、ありがとうございます。行ってきます。はい、ということで、ね、ついに行きます。山口さん、これが、これ。これですか、マッドマックスボタン、このボタンをポチッと、はい、水の水深171センチ、おお、なるほど、リーサー153センチ、なるほど、じゃあ行きますか、はい、行きましょう、トトナナタイ、はい、ということで、マッドマックス体験してきました。もうね、噂にたがわぬね、最高のサウナでしたね。もう西の聖地のね、名に恥じないクオリティのサウナになってきました。どうでした、若林さん、2回目は相当滝に打たれてたね。
もう2人で1回目から伸びちゃったね。いやもうやばかったですね。一発目で整っちゃいましたね。相当整ってたね。もうロウリュウが2回目のロウリュウ最高だったね。最高でした。一発目の熱波も最高の、もうやばかったです。掃除で最高。また来たいと思いました、ね。そして極めつけがね、白川水源。あ、そうそうそう、水、水飲める水。いやいいな、本当にいい。もう整いっぱなしでも今のフラフラスの熊本初日から最高に整いました。ありがとうございます。また明日が楽しみです。いざ明日は福岡へ。そう、ウェルビー福岡です。行きましょう。行こう。ごちそうさまでした。いや、めちゃめちゃうまかったですね。めちゃめちゃだね。いや、よかったな。いや、これ、ま、相当うまいっていう店いっぱいあるけど、はい、ここは相当だった。相当だったですね。いや、本当に、どれも外れなしって感じ。熊本の完全ベストだね。いや、もうめちゃめちゃおすすめですね、ここ桃源は。ぜひですね、熊本リラックスいただきはね、ここ桃源に行ってみるのもありがと思います。ということで、ね、まあ、本日の動画以上となります。まあ、皆さんね、今回僕のこのね、サウナ、ぶらり動画ね、熊本編いいなと思った方はね、グッドボタンとコメント、あと忘れずにチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。